はい、レタドールマイピーです。今日はですね、寝る時のこう睡眠時間ですね、睡眠の仕方やり方っていうんですかね、そこにこだわってみようというテーマでお届けしたいと思うんですけど、まずねこう僕も野球塾で推奨してるんですけど、やっぱハードな練習をするとやっぱこう疲れますんで、でその疲れをこうねより効率的に回復させて次の練習に来てもらうためにはっていうことで、僕もやっぱりいい提案をしていかないといけない立場にあるので、そういう部分でお話しするんですけど、そうですね、7時間半から8時間の間ぐらいを目安に睡眠はぜひとってほしいなと思います。で、睡眠ってですね、やっぱりいろんなこう効果があって、その練習でハードな練習をしましたって言って体の疲れをこうなんていうんですかね、癒したりこう回復したりするっていうことはもうもちろんなんですけど、やっぱり同じその野球の練習をやってていろんな人とこう接するじゃないですか。でやっぱりこう慣れた人で あってもやっぱ日常の普通の会話であってもいろんなところで自分が、気づいてないぐらいストレスを感じてたりする部分って、結構あったりするんですよね。僕でもそうですけど当たり前に。だって、うちの子供たちで言えばこんな暑苦しい人間と、いつも練習したりこうするわけなんで相当ストレスあると思うんですよね。だから、そういう意味で、体だけじゃなくて自分の心もやっぱりこう回復させる、あとやっぱり脳ですね、いろんなところでやっぱこう体以外でも、ストレスを感じてたりとか疲れを感じてたりするっていうことは必ずありますので、そういう部分でですね、ただ長く寝ればいいっていう問題でもないので、7時間半7時間半から8時間を目安として自分のこう生活スタイルとか、そういった部分を、特にこう小中学生の時にその確立をさせて、そういうそのリズムで高校だったりとか自分の次のステップに踏み出していける習慣というものを今のうちから自分の体とかに染み込ませておいてほしいなと思います。僕もやっぱりそういうことをやっぱ子どもの時からやっぱこうサイクルができてなかったんで、いざ高校生になりました、よっしゃやるぞってなった時にやっぱ難しいですよね、なかなか、なのでやっぱこう僕もこう指導者としてグラウンド立ってますけど、なかなかこう家庭のところまで管理が行き届かないというのはやっぱ現実ありますので、そういった部分でですね、やっぱこう自分たちでそういうサイクルを身につけていくっていうことと、この動画を聞いてある父兄さんとかがいらっしゃいましたら、ぜひねそういった部分でも体づくりにつながっていくっていうことで、一緒に取り組んでいただければなと思います。ということで、今日は睡眠時間に、こだわろうということで、お伝えさせていただきました。ぜひ実践してみてください。よろしくお願いします。